アメリカ軍と韓国軍がきょう合同軍事演習を開始したことについて韓国のユン・ソンニョル大統領は両軍の協力体制の強化を呼びかけましたユン大統領はきょうの閣議で我々は全世界で最も無謀で非理性的な北朝鮮の挑発と脅威に直面していると述べ演習の意義を強調しました演習は朝鮮半島の有事を想定したもので29日までの予定で サイバー攻撃を想定した訓練なども行います一方で、北朝鮮外務省の傘下の機関が軍事演習を批判する声明を出していて、ミサイル発射など対抗措置に出る可能性もあります。